皆さんこんにちは。東北ゴールデンエンジェルスのレナです。穂積です。本日は特別ゲストに来ていただいております。どうぞ。シャ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 、どうもプロレスリングの丸藤直道でございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。丸藤選手はプロレスリングノアの第35代 GHC ヘビー級チャンピオンで、7月11日に仙台サンプラザホールでタイトルマッチがあるんですよね。あります。そうでございます。はい、11日はですね、イーグルスの試合もあるのですが、終わってから駆けつけると丸藤選手の試合に間に合うかもしれないので、ぜひその日はダブルヘッダーで挑戦してみてください。いいですね。その時に見てください、これ。私の手ノアとこの楽天イーグルスのコラボ、これがねサンプラザホールで販売されます。素敵ですね。いいでしょう。丸藤選手、ちなみに野球のご経験はございますか？スポーツ全般得意なんですよ。そうなんですね。野球だけができない。だけど始球式を目指しているから。じゃあこれから始球式に出るための服装をちょっと探しに行きたいなと思います。行きましょう。レッツゴー。やってきました。ここが楽天イーグルスチームショップです。めちゃくちゃ広い。広いですね。こんな広いんだ。プロ野球12球団の中でもトップクラスの広さで。はい。だからお酒とかあるんじゃんこれ。はい。そうなんです。お酒もたくさん揃えてあって。お酒大好きだから。そうなんですか。ではぜひこちらのイーグルスビールなど買っていただいて。なんでキャップこんないっぱいあるの？すごくない？そうです。いろんなブランドさんとコラボしてる。ああ、なるほどなるほど。これなんかね、一日入れそうですよね。そうですね。飽きないと思います。お腹空いたらマー君チップス食えばいい。そうですね。おすすめです。なんで試合の合間とかも食べていただいて。なるほど。すごいすごい。本当になんか目移りしちゃうねこれね。そうですね。いろんな方向にたくさん、壁一面にもたくさんグッズあるので。ね、こんだけ商品いっぱいありますけど、一番高いものって。こちらですね。すごいなこれ。丸藤選手バージョンをちょっと作るとなると25万円になります。25万円。いかがでしょうか。うわ、ちょっとまた連絡します。はい、お待ちしております。はい。私たちの特におすすめな配置をまず一つ目、野球観戦といったらこちらユニフォームです。じゃじゃん。ユニフォーム。通常のフォーム、あとビジターユニフォーム、ビジターユニフォームの他にもですね、青空をイメージした東北ブルーユニフォームです。欲しいな。はい。続いてのグッズいきましょう。こちら選手のキュンキュンうちわです。すごいねこれ。これまたみんないい顔してますよね。そうですね。では最後のおすすめはこちらのマイヒーロータオルです。すごい。はい。選手のタオルを掲げて応援されるファンの皆様が。なるほど。なんと今日こちらのメッセージタオルも用意しました。どれ？愛しているタオルなんですけど、こちら、はい、ファンの皆さんがよく掲げてくださっているタオルになります。で、あと、じゃんじゃん、ビールください。ね、なんかさ、愛してるとかよりさ、全然なんか違うくねなんか。試合の時など。試合の時に俺、ああ、野球のね。あれ、丸藤選手の試合の時も、こっちですかね。ああ、こっちにしてください。ビールよりこっちですね。失礼しました。丸藤選手にユニフォームを着ていただきました。どうですかどうですかどうですか。とっても似合ってます。本当に。はい。でこの後ですね、私たちも試合中パフォーマンスをさせていただきますので、ぜひ私たちの活躍も見ていってください。楽しみにしてます。頑張ってください。ありがとうございます。エンジェルスもいなくなってしまったので残念ですがね、一緒に盛り上げてくれる方をご紹介します。どうぞ。Goddamn I am 超のだ俺。はい。ということでね、あっさりしてる。なんですかそのもうエンジェルスが良かったっていうオーラがビンビン伝わってきますけど。いやどう見てもそうでしょう。わかります。はい。多分見てる人も多分ここはもう落選の選手が来るのかとか、はい、期待されてたところ。まあでもね、はい、なんせ東北の超有名人ですから一発やっときます。長野正弘選手の細かすぎるネタを、はい、試合終了後記者のマイクを奪い返してまでわざわざ言わなくていいことを言ってしまった長野正弘。好きだ好きだおいノーコメント。はい、ということでここはどこだ。楽天イーグルスイーグルスルーム。イーグルスルーム。あ、何これ見てくださいこれこれ。何これ何これだってそこに選手いる、そこに外出てみました。でもさ、選手いるから。そうですね。今感染ルールではね、声に出してはいけないというルールがありますから。すごい。すごい。これ贅沢だね、これ。これはやっぱり仙台名物ひょうたん揚げ、マー君のクリムゾンシーフードピザ、イーグルスビアって書いてありますけど、これ全部欲しいですね。たくさん買ってきましたね。買ってきました。もう宮城を堪能してほしいと思います。お、私はですね、ご当地ビールですね、宮城、岩手、山形、秋田、青森、ちょっと飲み比べというものをします。一緒にビールの味とかあんまり多分分かんないと思うんですけど、じゃあ代わりにそれ何ですか？レモネード、レモネード、イーグルスレモネード、はい、かわいい。乾杯、乾杯。すごい本当にこれちょっと飲み比べしたいんで、宮城からのこれがフルーティーって言ってたんだよな。はい、岩手ですね。山形ですね。秋田ですね。あ、秋田がなんか一番さっぱりしてるな。はい、青森。これもちょっと柑橘系の。まあ結果どれが一番かというと、全部美味しい。お酒が好きな人の意見、全部美味しい。なんで一個ずついただいていきたいと思います。食べながらぜひ。まずやっぱ僕ね、牛タン食いたいな。僕仙台に来た時とかにやっぱ試合終わった後そのまま帰っちゃうことが多いんですよ。はい、なんで知り合いの人にお弁当頼んで、リキューのお弁当をこう買ってきてくれたりして。うん。相当うまいよ。いやー、僕牛タン好きっすね。はい、こちら三陸大粒カキフライ。カキに感謝しながらいただきます。あら、美味しい。そしてこちらイーグルスカラー、宮城県の森林鶏を使っていて、味付けに仙台味噌を使っている。うまい。いや、これ本当にうまい時のやつだ。ちょっとレナちゃんとほずみちゃん、俺さっきね一緒に撮ったんですけど、はい、あっち行っちゃった。遠くねえか。クラッチ君とクラッチーナちゃんは目の前に。うん、あれはそう。あれ誰でしたっけ？コチョーノちゃん。誰がコチョーノちゃんですか？さあ、今ちょうどスタメンの発表をしている最中ですからね。この野球選手はさ、やっぱさ。はい、下半身すごいよね。すっげえ。うわーって声出ちゃうよね。ねえ。なるほど。はい。今この打席に入った島内選手なんですけど。島内選手、はい。はい。打点トップと。マジですか。はい。期待しちゃいますね。おお。今満塁なんで。ね。はい。大チャンスですよ。おお。最初から動きがありましたけども、そうですね、1点返しましたね。はい、今年以前やっぱ天候は悪い中ですけども、いまだ楽天1点リードされてる状態で、ちょっとね、ここは頑張ってほしいですね。はい、うわーしゃー、はい、あー、アウト。マジか。セーフじゃないのこれ。確かにこうたんだけど、それをすり抜けてホームセンターっていうように見えますよね、リプレイだと。どうよ。ほら、みんなあんなに応援して、すごいすごい。雨濡れながら必死に応援されてるわけですからね。いやー、そうか。いや、でもあれですね、本当お疲れ様ですね、これはね。いや、この天気の悪いコンディションの中、本当に一生懸命試合をしてくれて、ゲームをしてくれて、いやー、まあ結果残念でしたね。そうですね、試合、まあ、2対1で負けてしまいましたけど、はい、でもね、選手の緊張感というか、もう会場が全てがこう一体感包まれたあの空気っていうのはね、やっぱり勝っても負けても素晴らしいものだと思いますしね、今ね、楽天さん非常に調子がいいということなんで、ぜひとも頑張ってもらってですね、私もですね、この仙台でタイトルマッチがありますんで、僕も負けないようにしっかり頑張りたいと思います。じゃあまずは7月11日、本当これ楽しみですね。はい、大会としてもぜひとも、はい、皆さんよろしくお願いします。始球式みたいなとかいつかやってみたいよね。この距離って、はい、18.44m なんですよ。この距離ですよ。ああああどこ行くぞ。はい、ちょろガッて力を投球にあまり活かせてないかなというのが第一印象です。